マルーマは、コロンビアの歌手、シンガーソングライターである。アルバム、マギアでデビューすると、プリティーボーイ、ダーティーボーイで躍進し、FAME、11時11分、パピジワンチョで、世界的シンガーとしての地位を確立させた。シャキーラとのシングル、チャンタヘのメガボルトは YouTube において26億回、再生されている。また、シングル、ハワイでは、 ビルボードグローバル200で3位を獲得し、ビルボードグローバルエクスクルーシブ US チャートで初の1位を獲得した。1800万枚以上のレコードを売り上げるなど、マルウマは最も売れている、ラテン音楽アーティストの一人である。マルウマは1994年1月28日、コロンビアの都市メデジンで2人のコロンビア人、母、マルリアリアスと、父ルイス・ロンドニョの間に生まれた。 彼には、マヌエラという姉がおり、マルウマという歌手名は、家族3人の名前の頭の音節から由来している。幼少期の彼はスポーツが大好きで、特にサッカーにおいて彼は、アトレティコナショナルとエクアダクラブデポルティーボの、下部組織で8年間練習を重ねていた。その一方で音楽に情熱を燃やしていた、彼は、学生時代に、歌のコンテストで、アンドレス・セペダの、 天ゴガナスを披露し、見事1位に輝いた。15歳の時、彼が作曲したロ、ノーカロが、音楽プロデューサーを驚かせ、アルバムを制作すること、また、人々が簡単に覚えることのできる名前をつけることを提案され、前述の経緯より、マウマが誕生した。ディスコグラフィー詳細。ありがとうございます。